エニックス。こんにちは、こんばんは、葵です。ラブストーリー5回目始めます。残りはあと2日よ。残り2日で 71% いけそうですね。お、新キャラ、お、真鍋香織さんだね。うん、ちょっと雰囲気違うな。じゃあ次丸。うん、あんまいいアングルじゃないな。じゃあ三角は、お、カメラ目線決まってんな。うん、目力ある。え、誰だ、まだいたんだ。リナ、なんか変な服着てない？まだ行く道が見つからないからね。やっぱり瞳は変わってない。声は変えられないからね。ん？変えられないか。あ、変装してるってことか。一応芸能人だからね。何か変わった？全然。相変わらず朝は右から左、夜は左から右に歩いてるよ。いつまでここにいるの？さあね。リナ歩き出してみてどう？わかんない。うん、歩き出したのかもわかんないよ。過去映像。そんなことない、リナはちゃんと歩いてるよ。誰？さっき誰？私の良き理解者。ユウが先になってることは隠しとか。あ、まだ、うん、入ってたんだ。リナレズなの？あら。そんなことないよ。ああ、笑ってる。彼に会えたの？彼って？彼。リナの初恋の人。ああ、なるほどね。ちょっと彼と聞いて、ざわついてない？ユウには聞かれたくなかった。会いたかった。会いたかった？会いたかったよ。なあ、どうして会わないの？どうして？会いたいよ。でも会えないんだ。どこにいるかわかんないの。探してあげる。いいよ。お願い、忘れたいの。探しちゃダメなの。どうして？さっきの意識は。人には言えないことだってあるんだよ。言わなきゃいけないことだってある。ああ、どっちも正しいな。お、来た。周りの景色は変わっても何も変わってないね。さっきの意識は消えてんのかな？変われないのかな。変われないか。リナは変わらなくちゃいけないよ。そう、リナは歩き出したんだから変わらなくちゃいけないんだよ。意気投合した。また来た。そんな暗い顔しないで、遊ぼうよ、楽しもうよ。そう、今のリナは座ってる場合じゃないよ。遊ぼうぜ。リナは素敵になったよ、頑張れよ。初音ゆ子さんって結構大きいんだね。170センチあるらしい。私はもう少し悩んでみるよ。そう。ねえ、私の歌聞いてね。聞いてるよ。物の数108つになった。アナップでセールやってる。これはデートなのか？赤好きなの？赤好きなの？またあいつ来るよ。うん、銀河マンレッドが。いいんじゃない？いいんじゃない？何その言い方。素敵だよ。ダメ、全然気持ち入ってない。素敵ですお客様。あなたに言われてもしょうがないの。よくお似合いです。素晴らしい。ドキドキします。もういい、違うの着てみる。なんかパンツ系の折れ筋持ってきて。あ、それから
この子にもね。え、俺サキちゃん何でも似合うよ。ん、おかまになった気分だな。何げ、これおかまになった気分だな。おかまってなんか懐かしい日みたいな。この際楽しみ、何着ようかしら。水着はちょっとな、さすがにあれ着てみたいな。俺水着はさすがな、あれ着てみようかな。ハイパンはちょっとな。少々お待ちください。これ水着と違うな。めっちゃ照れてる。なんで照れる。変な照れ方した。何赤くなってんの。おう、ペペ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 ペっていいな。別にかわいい。かわいい。あ、かわいい。ちょ、あのマネキン、マネキン見て照れちゃった。かわいい。よし、あのマネキンのより。2カメに行こう。あ、ちょかわいい。このアングルはまずいな。あ、2回見ちゃった。二度見しちゃった。もうお腹いっぱい。あのマネキンのより。あー、やめろーやめろって。ピュアボーイになっちゃった。あ、バッティングセンターデートだ。これもあれか、 QTE だよね。ちょっと待って、やったあ、これやるじゃん。パープルより簡単かも。早い。ちくしょう。うわー、減った、減るんだ。そんな引きつけて。あ、嘘、ちょっとマジかい。めっちゃ減ったんだけど。嘘、顔に当たった。マジかい。難しくないこれ。いいんじゃね。FR マジか、むずいよ。青んじゃない。今いいよ。おお、いった。うまい。あ、うそ、ちょっと早めがいいんじゃない、ね、よっと、ホームラン。よし、全部ホームランってやる。あ、めっちゃ上がった。ホームランいいな。言う早め。やった、2連続ホームラン。あと2本も打ってやるぜ。すごい、上がったよ。よし、あ、ちょっとカス当たりか。あ、くっそ、合うんじゃないよ。ちょっと早かった、遅かったか。まあ、うまい。結構上がったね。まだ行くの。終わっちゃったな。まあまあじゃないかな。お、ちょうど煩悩の数100やつになった。すごいすごい、かっこいい。もう大好き。あ、ちょっと照れてる。すごいね。もう受肉してるから。受肉ではないな、仮の宿だ。レズだよ、レズ。レズ言うな。お、ちょっと何見てんのよ。元やんねえの顔が出た。だって失礼でしょ。あんた、レズのどこが悪いの。私たちは心で結びついてんの。なんかあの男。少なくともあんな男よりよっぽどマシだよ。あんな男。ヒロシ逃げた。ダッサ言わない、ダッサ言わない。後ろに注意をそらす。リナかばった方がよかったかな。あ、ヒロシ、ヒロシ、おい、ヒロシ、お前。かばった方がよかったね、今。マーティー今、ヒロシ追っかけてったな。あ、いいシチュエーションだ。
気持ちいいね。気持ちいい。気持ちいい。都会の嫌なこと全部忘れるね。あ、お参りしてこう。ガラガラ。二礼二拍一礼。何をお願いすんだ。おお。めっちゃ笑ってる。楽しそうだ。ゆうとずっと一緒にいられますように。お願いした。いい歌歌えますようにって。いやいやいや。知ってる？ここは芸事の神様らしいよ。じゃあ歌うまくなる？あ、そうだ。お賽銭。お賽銭。奮発しよう。やだ、万札か一円玉しかない。あ、じゃあ万札だな。お金じゃないよ。気持ちだよ。気持ち。でもご利益ありそうだから頑張って1万円。おう、行ったれ、張り込め。あ、でも帰りの電車賃がなくなるから儲かるだけだぞ。やっぱり1円。なんだよ。あ、嘘。あ、ちょっと遅れた遅れた。嘘。あ、もう、あ、よかったよかった。あ、でも減ったぞ。油断大敵。マジか。ちょっとじゃあもう一度。いきなり出たよ。でも帰りの電車賃がなくなるから。ボタン構えてるよ。やっぱり1円。丸ボタン丸ボタン。ちょっと早かったね。あべえ、あべえ。俺ってすっげえ反射神経。ちょっとこれ。天使はスポーツ天使。マジで反射神経で。ほら。あ。いや、それ宝くじじゃない？あ！なに？なに？カードがあった。カード。くれか。ノリとノリと。あ、ノリとが聞いてるわ。聞きすぎてる俺。いかんいかん。憑依してるもんな。どうしたの？神主、神主、ノリと。大丈夫？いけない。お払いのせいだ。あの神主やるな。あ、タロットかな、占いだね。あ、この人は、ね、あ、あのね、佐藤恵理子さんとマニュアルに書いてある。じゃあ次は、なんか結局お胸しょ、うん、強調すんかい。顔がちょっとハレーション起こして見えない。おお、やっぱお胸強調するのやね。占い師役ということですね。んー、もういいかな。またお胸。もうお腹いっぱいいっぱいです。うん。あなた、とても愛してる人がいるんだ。はい、今でもその人を愛してるのね。そう言われたら大体当たるよ。今でも愛してる、はい、そうなんだ。なのにどうして彼に心を許さないの？分かってるけど。あ、やっと普通に映れた。あなたは彼に佐藤ゆり子さん伝えなくてはいけないことがあるわ。イカダ燃やしてるよね。彼を信じて。彼のすべてを信じられる。彼のすべて信じてきた。信じてるはずだった。
そう、怒りも喜びも悲しみも。わからない。わからない。あまりに遠すぎて。遠くはないわ。だって覚えてるでしょ。覚えてんの。はっきり覚えてる。来た。この男の子がそうだよね。リナ、めっちゃ買い物してきたんだ。この間さきはずっと気を失ってる状態かな。意識はあんのかな。楽しかった。うん、楽しかった。疲れてない。楽しかった。ありがとう、付き合ってくれて。いやいや、マッサージ、いや逆に迷惑かけたんじゃない。あれの方こそ逆に迷惑かけちゃったんじゃないかなって。そんなことない、楽しかったよ。ゆうとあんな風に過ごせるなんて。感じたよ、ゆうの温かさ。でもそれはさきが体を貸してくれたからかな。ああ、ゆうは温かく感じる。そうじゃなかったら感じられないのかな。寂しいよ。もっともっとユウの温かさ感じたいよ。心はどうして感じられないの？うん、もうすぐ 100% いきそうな感じだよね。冷たい手、手の冷たい人はね、心があったかいんだって。ああ、聞いたことあるね。手の冷たい人は心が温かい。感じる？ビンビン行きます。高いよ、心が痛い。どうして手が触れただけでこんなに切なくなったり、こんなに悲しくなったりするんだろう。ずっとこうしてて。いいを感じたい。ダメ、来ないで。ダメ。ダメか。ダメよ。今ダメだったか。どうして。
ちょっとデリケートやったり、ああ、またこれきつい、これマジできついですよ。ちょっと勘弁してくれ、勘弁してくれ。これ親指痛くなるんだよ。これマジで勘弁して。これきついですよ。さっきもギリギリだったからな。わーっと痛い痛い痛い。そう。ちょっとこれマジきついよ。先行して避けるしかないな。おめ、分かって。怖すぎでしょこれ。ウェイって危ない危ない危ない、これは来そうだな。危ない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 、割と結構頑張ってあって、行ってよ。あんま言ってないよ。痛いくっそ、これむず。あ、おい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 、見ないからちょっとお手柔らかい。出てくから、いや先進まないとダメなんだよな。違う、これマジ普通のゲームより難しい。ちょっと見ないで。これこの前ちょっとやったエイペックスより難しい。ちょっと許して。うわっ、ダメ。なんだろう、これきつい。逃げ方が難しいんだよ。出てって、出てくよ、うん、奥まで進んだら出てくよ。ダメってあれだもん。許して。このポジション難しい。許すから。お願い。まだちょっとごめん、もうちょっと取り乱す。ダメ、うん、ダメ。違う、ちょっとスリルがすごいわ。ちょっとある意味、うん、このゲームスリルいらねえ。ちょっとあいか、ちょっと待って、長いな、ちょっと持たねえ。やめて。やったいけそう。親指で左手の、よしまだいくか。私の心は覗かないで。大変やった。リナの全てを知りたいじゃダメ。リナの全てを知りたい。あ、結構いったんじゃない。いや、見たいんだ。ダメ、僕は君のすべてを受け入れられる。ダメか。あら、嘘だわ。かえってダメなんだ。僕を信じて。俺を信じて。うん、俺。あなたの何を信じろって。これまだ 100% に届いてないな。お願い、私を苦しめないで。うん、苦しめてる。俺が苦しめてる。私はあなたが思っているような人間じゃない。俺は君を。そんなことない。君の手の柔らかさも、君の方のぬくもりも、俺は信じることができたんだ。うん、嘘だもんか。私が信じられないの。俺はお前を感じられる。俺はお前を感じられる。おう、見られたくない。ああ、見られたくないんだ今。減ったね。そっか。今やらん方がいいな。ごめんな。うん。俺は。俺は。しまないで。しくしょう。逃げないで。俺は。俺こそこんな形でリナの心を見落として。自分を責めないで。俺こそ、俺こそ汚れてるんだ。汚れてますかね。
ったんですか？あ、出ちゃったんだ。さきちゃん、ようやく覚醒した。帰って。お願い。出てって。はい。荒ぶってる。え、地球飛び出した。どうして涙が出るの？悲しいから。どうして悲しいの？悔しいから。寂しいから。一人が寂しいからか。どうして？心が苦しいからか。あ、やった 100% いったね。やったやった。これをキープし続ければいいんだ。多分ストックはできないと思う。鳴らそう、鳴らそう。呼び戻そう。ちょっと彼、ユウは地球外生命体になっちゃった。飛びすぎやろ。あ、呼んでる呼んでる呼んでる。なんでそんなに悲しそうになるんだよ！帰ろう帰ろう。バック。今向かっております。相当いったなこれ。月まですっ飛んでったね。どこ？どっかの PC 立ち上げた。僕の言葉を聞いて。君が好きなんだ。リナ。下がっちゃった。僕の言葉を聞いて。これだと下がっちゃうんだ。君が好きなんだ。なんかこういう自己主張はダメなのかな。これ何？インターネットで。ああ。うん、Mac に、Mac に。下がっちゃった。すぐ復帰してやる。来てるよ。誰から？ユウからのメッセージ。いつの間に。すげえ、ハッキングだな、これ。僕の言葉を聞いて。君が好きなんだ。君が好きなんだ。いいのかな？すごい。私もメアドゲットしたの。あなたが好き、うん、あ、君を好きになってもいいの？俺は君を好きになっていいのだろうか。売ってる売ってる。私嘘をついたの。嘘？嘘。嘘。好きな
な人を裏切っちゃったの。裏切った。聞かせて。7歳の時、好きだった彼と海に出ようっていかだを作ったんだ。若い。でも私、急に引っ越すことになっていかだに火をつけて燃やしちゃったの。どうして？彼が他のこと、そのいかだに乗るのが嫌だったから。なるほどね。彼に嘘ついたの。泣いて誰かが燃やしちゃったって。彼は、彼が手を差し伸べた。笑って、うん、また作ればいいって。優しい。それから会ってないの？うん、10年後にここでまた会おうねって約束したのに。10年後。彼がとことこ歩いてる。それがあの海岸だったのか。なるほどね。ありがとう、聞かせてくれて。俺には思い出も何もないから。何も覚えてないんだね。聞かせてあげられるものは何もない。言うわ。俺も何か語って聞かせたいよ。リナだけに聞かせたい秘密を。言わないで。ユウと私だけの思い出作ったじゃない。そうだね。おデートね。確かに。今の俺にあるのはリナとの思い出だけだ。バカ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 。帰ってきて。うるせえ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 。どうして俺は死んじゃったんだろう。ゆう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 。行かないで。おお、行ったな。リナ。あ、物質転送。すごい。ちょこっと。一応猫背になるんだ。ターミネーターもそうだったもんね。思い出したよ。思い出した。私思い出したよ。新しい歌歌えそうだよ。あ、曲のインスピレーションってことね。あ、
ぱこちらマホロさんだね。あ、もう食ったの？うん。マホロさんへ、やっぱりなぜ歌うのかはわかりませんでした。でもマホロさんの作った曲を歌いたいです。これが今の私の心の言葉です。リナより。おお。見つけたのね。私も忘れてしまった気持ちを。ごめんね、嘘ついて。ありがとう。頑張るからね。すごい。ちゃんと3番まで書いたのかな。おお、これで終わりか。残り1日だね。セーブしとこう。うん。まあ、いけるかな？どうだろう？はい。今何パーだろう？ 90 何パーで。だよね。90何パーだよね。はい。それでは、今回はここまで。うん。次回、おそらく、最終日だよね。それでは、ご視聴ありがとうございました。